ラジオブレディオダイアログ。3月2日水曜日時刻は夜9時を回りました。ダイアログフォーピープルが配信しています。レイディオダイアログ。本日の M. C. を務めます。フォトジャーナリストの安田なつきと。あれ、あれ、いつもそしてって言わない。あ。 そして待ちだった今。はい、そして待ってたんです。<あ>はい。佐藤慶です。ししよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まだまだね、もうすぐ番組始まって1年経ちますけれどね、はい、ねなんか、あれあれこれいつものと違うっていうね、うん、こう段取りをちょっと忘れてしまうこともね、ありますからね、油断せずにちょっと進めていきたいと思うんですけれども、はいえー、今晩も皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、えー。今コメントいただいていますが、今帰ってきたばかりなので、夕食作りながら聞きます。きつねうどんです。 いいですねキツネうどんいいですねキツネうどんってあの、うん、温まりますね何でしたっけ油揚げが入ってるわけではございませんそうんですねキツネ色のあれが入っているっていう,うな,ことです、ね、なるほどそれでだったんですねえあ違うのかなキツネうどんってそうじゃないのかなはいあ、やっぱりまだまだね知らないことがたくさんある2022年でございますがあの実はあの昨日ですね あの昨のまで、えー、東北に滞在をしていて主にあの陸前高田市岩手県の陸前高田市を中心に滞在をしてきました、はい、で東日本大震災から11年目を前にしたあの時なんですけれどもやっぱりもう出会う人出会う人みんなこう、うん、ウクライナのお話でもちきりでしたね。うんこう ねある方が、もちろんこれはあの、戦争と自分たちが経験してきた自然災害は違うんだけれど、やっぱりこう逃げたまどう方々のこう、映像なんかを見ると11年前のことを思い出すし、うん、自分たちもものすごくこう寒い中で避難生活を送ったから、あの人たち本当大変だろうな、っていうことをね、うん、あの、語ってくださった方もいました。 であのそんな持ち得る想像力をどんなこう役割として持ち寄っていくのかということも含めて考えていきたいなというふうに思います。うん はい、ここでお知らせ一つありますよね。はい、あの、はい、今お話ししたようにですね、あの、三月、あの、昨年の3月は、あの、東日本大震災発災から10年ということでですね、まあ、本当にあの、いろいろな報道があったなと思いますが、まあ、今年は11年目、そして来年は12年目ということになっていくわけですけれども、まあ、こうした外面的な区切りでですね、年日でですね、何かがこう、終わるとか、あの、復興が終わったことになるっていうわけではもちろんありません。であの、ダイアログフォーピープ p では、あの、僕も安田もあの、このように何度も何度もあの、東北 この被災地に足を運ばせていただいておりまして、こう、これまでの取材というものがですね、これからにつながっていくものでもあるという意味を込めて、えー、特設サイト、Since3.11、これまでとこれからを映す。 というページを解説しましたであの。こちらは報道の記事というよりもあの、これまでに現地で出会わせていただいた様々なあの大切な方々との写真アルバムのような、そんな気持ちで文章写真を綴ったページとなります、えー。よろしければチャット欄、概要欄のリンクなどからご覧になっていただけましたら幸いです。概要欄には後ほど、えー、リンクを追加しようと思います。 ちなみにですね今コメント頂い,いているんですが、えー、ごめんなさい話がまた戻りますけれども「はい、キツネがお揚げさんが好きなのでキツネうどんですか?」関西だと「キツネとタヌキはうどんかそばの違い」へえそうなんだなこれはぜひ今度の<ー>専門家を呼んでうっすり特集していきたいと思いさあ今日もよろししくお願いいたします。 さあ、今夜のテーマは、ウィシュマさんの事件から1年、真相解明はどこまで進んだのかのテーマに、えー、進めていきたいと思います、えー。日本語教師になることを夢見て来日した、ウィシュマ・サンダマリさん、スレランカ中心。 シュリナンカ出身の当時は私と同い年の女性でした。うん、2020年の8月に名古屋入管の施設に収容されて、その後2021年3月6日に施設内で亡くなられました。事件から1年が経とうとする今、もうすぐ命日ですね。真、うん、相解明はどこまで進んでいるのか。 ご遺族の代理人弁護士を務める駒井千恵さんをゲストにお話を伺っていきます。はい、メッセージは YouTube のチャット欄や Twitter、えー、ではハッシュタグ D4P。4は数字のようなので、ハッシュタグ D4P で皆さんのコメントを送りいただければ,ればと思います。この後21時40分頃。 までお付き合いいただければ幸いです。はい、よろしくお願いいたします。はい、そして冒頭ニュースに入る前に一つなんですけれどもえ、こうして皆さんにですね、あの、チャット欄でコメントいただいて、あの、僕たちも本当に多くの学びをいただいたり、いいコミュニケーションさせていただいてるなと思うんですけれども、実は今回のこの番組の告知をした直後にですね、えコメント欄にえ、まだやってて草、 っていう、あの、嘲笑コメントですね、うん、入っていたんですね。で、あの、そちら、あの、今日の放送が始まる前には消えていたんですけれども、まあ、あの、ブロックするなり消すなりしてもいいかなとは思いつつ、あの、この態度というのはですね、あの、単にこう、誹謗中傷とかそういうことではなくて、非常にこう、社会をですね、社会の土台を切り崩していきがちな態度なんじゃないのかなということで、ちょっと考えていきたいと思います。で、この、まだやってて草。まあ、おそらく今回のこのトピックのウィシュマさんのこの事件のこと、まだやってんだって意味だと思うんですよね。で草って っていうのは、いわゆるネットスラングで笑い、カッコ笑いっていう意味なので、あ、まだそんなことやってんだっていう意味だと思うんですけれども、このまだやってんだという言葉の前に、一体どのようなこう言葉が続いているのか、あったのかということを考えたときに、もしそれがもう一年経つのに、まだやってんだ、 っていう、もしそういう意図だとしたら、これはまさにですね、こう、傍客を求める権力の思うがままというか、もうとにかくこう、どん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 伸ばして伸ばしていけば、大衆は忘れるだろうと、本当にあの、不都合を隠す方向に、こう、力をですね、加担してしまうような、そうした昇小的な態度なのではないのかなと思います。そしてもし、その、まだやってて草という言葉が、仮に、どうせ外国人の問題なのに、というような、えー、そうした言葉があったのだとしたら、これはそもそもの問題意識の人権の前提、 が危ういい問題だと思いますそして、えー、さらにもう一つ考えてみたときに、どうせ何も変わらないのにまだやっててくさというような言葉だとしたら、これは本当にですね、様々な他の人々の意思すらもくじいてしまう、えー、そうした空気を作ってしまう言葉なのではないのかなと危惧しています。よく中高生の人々に会ったときにですね、クラスとか学校とかで社会問題について話すと、意識高い系だ。 と、いじられて嫌だっていう話を聞くんですね。だからなかなかそういう話ができない。でもそうした話題、話題に触れることを単にそうしたこう、ネガティブなこう、雰囲気を作っていくわけではなくて、社会を良くしていくために、そしてそれぞれが幸せに生きていくために、必要なポジティブなそうした対話のきっかけであると。そうした社会問題のことを話すっていうことは当たり前のことなんだ。そうした空気をですね、まあ一人の大人としても調整していきたいし、伝えていきたいなと思っています。はい、今コメント欄でで、えー、山下さんウクライナのニュースで前 ししないいいか心配している、うん、ととときにうことで、ね、ウクライナの情勢ももちろん大切なことですこの後お伝えしますけれどもえ一方で日本の中で起きてきたこの真相解明がいまだに進んでいない事件についても真正面から向かっていく、うん、えツイッターではあの青い彗星さん、はい、当事者がこれはおそらくあの入管のことだと思うんですけれども、うん、当事者が説明すればいいのに説明しないからこうなるということで、うん、そうなんですよねそのまだやってるのではなく、うん、正確に言うとあ入管側まだ適切な、うん。 情報を開示してないのが正確なところだと思いますので、えー、今日はしっかり深掘りをしていきたいと思います。はい さあ今日、あの気になったニュースの中からまず一つピックアップしていきたいと思うんですが、先ほどコメント欄で触れてくださった方がいらっしゃった通り、ウクライナ情勢、連日緊迫したニュースが私たちのもとに届いてくるかと思うんですが、その中でもあの気になるのが、あの、たくさんあるんですけれども、あの、プーチン大統領がですね、こう、自分たちは核を持ってるんだぞっていうことを、まあ、核使用をこう引き合いに出したような形で、まあ、 威嚇のような、核使うぞっていう、こう、それをほのめかすような、こう、発言を繰り返してきたということで、えー、そのことに、こう、応答するような記事を、あの、ダイアログフォーピープルのサイトにも掲載をしました。うんで、あの、長崎で被爆をされて、証言活動を続けてこられた、被爆者の和田雅子さんにお話は伺ったんですけれども、あの、私たちが、一人一人が、こう、上げてきた声というのは、 プーチン大統領には届いてないのか、あまりにも私たちの声は、かば細い声だったんでしょうかって、で、被爆者は、あの核兵器禁止条約ができたときに、生きていてよかったって、本当に喜びあったんですよっていうことをお話しされていて、もうそれを聞きながら、もう胸の潰れる思いだなというふうに思いながら、あの聞かせてもらっていました。うん であの核兵器廃絶国際キャンペーン、通称 ICAN の国際委員を務めている川崎明さんにもお話を伺ったんですけれども、やはりこの核兵器をちらつかせての威嚇行為っていうのは、そもそも、えー、国際法にもこう反するんだということを川崎さんご指摘をされていたんですよね。でそれから、まあ、ネット上でこれよく飛び交っている言説なんですけれども、いやー、ウクライナが核兵器を 放棄したたたから侵攻されたんだよねみたいな、うん、ウクライナも核持ってたらよかったじゃないかっていう声結婚に、ね、これも根強いんですけれどそうした声に対して川崎さん一つ一つあの歴史的な経緯なんかもこう含めてこう丁寧にあの反論してくださってもともとウクライナにあった核っていうのは旧ソ連時代にウクライナもその旧ソ連の一部でしたよねでそれがまあソ連が解体された時にこうウクライナに物理的に残っていてで、まあ、権限はでもソ連が解体された スタートのロシアにあってウクライナに管理権があったわけではない。それをこうまあ物理的に、えー、移送したというこう経緯がまずありました。 じゃあその核をこう自分たちの領土内にとどめておいておけばまあ今回のようなことは起きなかったのかというと核開発をこうしている国がじゃあ平和でハッピーかといったらそんなことはないわけですよね、うん、世界をこう見渡してみると例えばその北朝鮮なんかを見てみるとこう何度もまあアメリカのこう武,装系武力攻撃のこうリスクにもさらされてきましたしまあ川崎さんがこうした面からも今、ウクライナに核兵器があれば危機をエスカレートさせることはあっても危機を 収束され,されることは なかったでしょうということをご指摘をされていました。うん、核兵器があったら良かったのにというのは空想の世界の話ですということが川崎さんのお話でした。えー、まだまだあの詳しいことは記事の中に書いてあるので、そちらをぜひあの読んでいただければと思います。ねあの安倍元首相から核シェアリング、まあアメリカの核をこう共有すればいいんじゃないかみたいなことの論があるんですけれども、まあそれにこう安倍総理からもこう安倍元総理からもこう触れるような発言がテレビ番組の中で。 あでまあ,あの今のこう岸田首相はあの、まあ、自分たちはこうの国っていうのはこう非核三原則があるんだということを明言した上で、まで、あ、唯一の戦争被爆国、えー、とりわけ被爆地広島出身の首相として核による威嚇も使用もあってはならないというふうにこう言い切ったということがありました。うん <laughs> まあこれ単体で見ればあの評価をすべきことなのかもしれないですけれども、この発言自体はですね、ただ、この番組にも出演くださったジャーナリストの宮崎園子さんがご指摘をされていて、ツイッター上で、いや、そうだよなっていうふうに思ったのが、この発言、単体は評価すべきなのかもしれませんが、火事場になって広島出身をかざして、核による脅威はあってはならないなんておっしゃっても、平時は核抑止を両手を挙げて肯定しているんですよね。 彼にとって広島って何だろうって広島で暮らしていていつも思っていますということですよね。うん、だからやっぱりこういう脅威とかあの危機って急にこう。 湧き上がったようにこう見えても、こういうこう、平時のこう、積み重ねの上にこう、成り立ってしまうものだなということを私たち、改めてこう、再確認しなければならないところかと思います。で、あの、最後に一点だけ、あの、ウクライナからこう、逃れてこようとする人たち、まあ、難民に対しても、日本も対応していくべきだというこう、声が各界から上がっていて、はい、とても大切なことですし、ぜひ、はい、こう、具体的に動いていくべきだというふうに私自身は思っていますが、うん、えー、一方で、 例えば今まで全く難民認定をされることがなかったクルド人の人たちをはじめ危機から逃れてきてその日本の低すぎる難民認定の在り方からこう弾き出されてしまっている人たち弾かれ続けている人たちの存在というのも同時にこう向き合ってウクライナのことにこう対応しつつも難民認定の在り方難民の受け入れの在り方根本から 変えましょうよはい。まさにあの今日のテーマにも繋がるところだと思うんですけれども、何があったからとか、どういう人だから人権は守らなければいけない、ではないんですよね。うん、もう本当にあの、基本的な人権というものをこう、世界の中でこう、普遍的なルールにしていこうというふうに人類が歩んできたわけであって、そこを覆すような一方というものがどれだけ社会をこう、侵害していってしまうのかなということを考えさせられる。そういう側面もある、こう、 はい。今の部分ですね。まさに今日のゲストの小前さんが、あの、ご専門のところですので、今、の、スタンバイいただきながら、あの、今ちょっと動画でね、あの、つないでいますけれども、ものすごい、こう、あの、ヘッン,ン,リアクションをクそう、ヘッドバンギークのように、こう、リアクションしていただきましたけれども、すみません、あの、お待たせいたしました。ここから、この方と一緒にお送りしていきたいと思います。 えー、ウィシマさんのご遺族の代理人弁護士も務められています。えー、小前千恵さんを迎えします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、えー。小前さんのプロフィールを私から簡単にご紹介をさせていただきます、えー。2013年にマイルストーン総合法律事務所に入所。関東弁護士会連合会。関東弁護士会連合会。外国人の人権救済委員会。東京弁護士会。 外国人の権利に関する委員会の元委員長、えー、そして入管で非人道的な扱いを受けて、劣悪な環境下にある方々への支援を続けていらっしゃいます。強著に外国人の人権、外国人の直面する困難の解決を目指してなどがあります。えー、現在は先ほどからお伝えしているように、えー、ウィシマさんのご遺族の代理人も務めていらっしゃいます。 え、先日同じくあのマイルストーン総合法律事務所の、え、小玉光一弁護士にもお話を伺っていったんですが、え、改めて、え、小前さんにもお話を伺っていきたいんですけれども、その前にあの、先ほどあの、大変大きなあの、リアクションしてくださっていましたので、え、今あの、ウクライナのことが連日ニュースであの、伝えられていて、うん、ウクライナからの難民の方々を受け入れるべきだという声も、ま、各界から上がっている、これ自体はあの、まあ、 前進というふうにこう捉えていいのかもしれないんですけれども、一方で、その日本の難民にてのこう、まあ、根本的なあり方も見直していく必要があるかなというふうに私自身は思っているんですが、駒井、うん、さん、何か今の動きをご覧になっていて、思うことを感じられることというのはいかがですか はい、あの、全くですね。あの、安田さんのおっしゃる通りで、あの、あの、そうですね、ウクライナから、あのね、あの、脱出せざるを得ない方々、全力で支援すべきだと思います。日本も、あの、彼らを、あの、保護する、受け入れる、もう絶対にやってほしいと思いますし、みんなで、あの、守っていきたいと思います。そして、あの、そのことが、ウクライナ難民、ウクライナからいらっしゃる避難民、難民の方々を、保護する日本の姿勢というのが、そこから、あの。 誰にも保護してなさすぎる、あの他の、えー、国々からの難民の人たちへの保護、うんえー、ということへの、なんて言いますか、広がるきっかけになっていただきたいというふうにもすごく思っています。うん、はいこれままでのそのそ、まあ あまりにもこう低すぎる、狭すぎるその難民認定のあり方だったりですとか、さらにそこから進んで、難民申請者の方々含めてこう苦しんでいる入管の収容のあり方にもこう光がさらに当たっていけばらというふうに思うんですけれども。そうですね。本当にそう思いまあの冒頭でもお伝えしましたけれども、改めてウィシュマさんのことについてお話をあの伺っていきたいと思います。えー、スリランカ出身のウィシュマ・サンダマリさん、日本で子供たちに英語を教えられるような英語教師になりたいということを夢 見て、2017年の6月に来日をしますが、えー、その後、学校に通うことができなくなり、えー、在留資格を失って2020年8月に名古屋の出入国在留管理局の収容施設に収容されます。 その後、どんどん体調が崩れていってしまうんですが、えー、最後にはご本人、自分の力でこう、起き上がることが困難な状態になりながらも、それほどまでも、あの、衰弱しながらも、点滴屋であったりですとか、そういった措置が最後まで受けられず、もうすぐ1年です。2021年の3月の6日にこの施設内で亡くなられました。 で昨年の8月、入管庁はこの事件についての最終報告書を公表したんですが、私はこれを最終とは呼びたくないんですが、えー、ウィシマさんが亡くなったことと、そして収容の因果関係については触れず、で例えばいや、医療体制に制約があったんでとかいや、職員の意識が追いついていませんでしただったり、まあ、そういった言ってみればこう表面的な問題をこうなぞるのみのこう報告書になってしまった。まあ、内輪の調査があのその 限界が露呈したなということが改めて浮き彫りになったかと思います。であの一年前振り返っていきたいと思うんですが、思えば私、うしマさんが亡くなられたことというのは、小前さんが SNS であまたこんな事件が起きたらしいということをニュースをシェアしていたそのポストでうしまさんのこう亡くなられたこと、その時はまだ名前を知らない状態でしたけれど、初めて知ったと思うんですね。であの小前さんが最初にこの事件について知ったのはいつでどういった 形だったのかとそうですね、今となってはちょっとその後にいろんなことが起こりすぎてしまっていて、うんあの、その時のことというのが思い出せないんですけれども、おそらくニュースを、やはり名誉棺なんかでニュースの URL が回ってきて、うん、あ、また、また人が亡くなってしまったっていうことで、うん、やっぱり本当に。 あの今までたくさんの死亡事件、あの身近で見てきましたけれども、あーまたえ、しかも名古屋入管、2年連続でということで、本当にショック受けたの、よく覚えていますうーんあの今おっしゃったように、まあ、この問題にこうずっと携わられてこられた方々、駒井さんをはじめとしては、やはりこう、あまた起きてしまったんだという感覚ということだと思うんですが、つまりそれは、この入管内で死亡事件が、 まあ、名古屋に限らずですけれども繰り返されてきてしまったということですよね。 そうですあの,その都度本当になんて言いますか悲惨な背景があったんですよね、くも膜下出血で亡くなられたベトナムの方、東日本入管センターですけれども、その方あの、ね、亡くなる1週間ほど前に倒れておられるんですよね、それでも病院に運ばれなかったということもありましたし、あのね、仮放免の,あの結果があの、ね、不許可だったということをなあの知った次の日に首をつられた方もいましたし、あるいはね、あの2019年 6月にはナイジェリアの方が大村入管センターで餓死しておられて、本当に一つ、はい、一つの事件がもう本当に悲惨なものばっかりでした、そしてまたあのスリランカの女性が今度はね、あの名古屋入管で亡くなったんだ、病死らしい、あのどういうことなんだろうっていうことで、もう本当 本当にその都度愕然とした思いを、ね、しますけれどもこの時もそう思いましたうん小前さんをはじめ多くの方々がこれはあってはならないということであの声を上げてで4月の9日には入管庁が中間報告書、まあ、あの調査のこう中間的なこう報告です、ね、これを取りまとめて公表したということだったんですが、まあ、これもう公表した直後からあまりにもこれ不十分なのではないかという声がたくさん上がってきたと思うんですよね。で あくまでも中間ですよというふうにこう出されたとはいえ、さまざ、あ、まな不備がありました、その中間報告に対する駒井さんの受け止めというのはいかかがでしたかちょうどあの日、たぶん、ね、指宿さんと私が名古屋入管に遺品を取りに行った日だと思うんですよ、ね。んなんか まあこういうものが出たらしいっていうこともあのネットで教えてもらってで、ね、でも結局読ませていただいて、あれやね、あの内部調査なんですよね、まあ、ね所内部調査、まあ、若干外部の目が入っているとしても、所詮も内部調査、そして、ああ、死因さからないのねと、でこのここのこの本当に中途半端としか言いようがない報告書、あのいろいろ内容にも、後でね、あのちょっとかなり問題ありましたけれども、えっと、それが4月9日 の時点で出されたなんでやろうっていうふうに思ったときにですね、やっぱり入管法解約案、あのね、あの内閣の確保が出たのが2月19日だったと思うんですよね。で、審理に入るというところのこのタイミングで出した、まあ、なんていうか入管としてはですね、これでとりあえず一区切りつけたいんだろうなと、うもうとにかく中間という名前つけてるけど、報告書、ほら出したよということで、やってます感を出したいんだろうなと。だけど、この内容を見る限り、これ、あまりにもあの何も。 あの、本当に真相解明につながるものが書かれていない、あの解決につながらない、真相解明にもつながらない、そして、 本当にご遺族の気持ちを魚でするもんだって思いましたね。すごくその意味でがっくりきましたね。そうですね。まあこの中間報告書と、まあ後ほどまた触れていくことになりますけれども、最終報告書と、それから、えー、やっとこう、まあ裁判所の手続きを通してこう、皆さんにもこう開示をされた一部ですけれどもね、あのビデオをつなぎ合わせていくと、たくさんのこう、ほころびが見えていくので、その点についてはまた後ほど伺っていきたいと思うんですけれども、あのこの中間報告が出された後に昨年の5月ですね、 ウィシュマさんのご遺族である2人の妹さん、えー、次女のワヨミさん、そして三女のポールニーマさん、えー、そしてワヨミさんのパートナーさんもこう含めると、お三方が来日をされました。えー、その後、まあ、2週間のこう自主隔離を経てで、 ご遺体の確認と、うん、でその,うちの日のうちの葬儀と、えー、そしてその日のうちのこう火葬とということで、まあまりにもこう過酷なことが続いたと思うんですよねでその次の日にあのお姉さまが亡くなられたこの名古屋入管をこう訪れたということもあったと思うんですけれどもあのこの直後については事件の,その真相解明に向けてこうどんなふうにこう取り組まれて特に何を求められていたのかという点についてはいかがですか はいえっと、私たちとですねご遺族があのつながったのが4月ごろだったと思うんですね、うん、ズームで。それでもう本当に最初の段階からですね和弓さんもポール・ニマさんもお母様も、あのうなんであの上島さんが亡くなってしまったのか、うん、あるいは本当のことを言って、上島さんが亡くなったってことをまだ信じたくもないんですよ。うん、あのだけど、もし本当に死んでしまったのであれば、どうして死んだのか絶対知りたいと。 あのもう何も私たちのあのが流動してないのにもう向こうの方からあのご遺族の方からですねあのビデオがありますよねとでそれを見せてくださいとそれからあの他の医療の資料もねスリランカのお医者さんに見せたいから見せてくださいとそれをもらってくださいよということを言われたんですねで私らがですねあのいやちょっとそれって結構時間かかるかもしれないし大事大変な作業になるかもしれませんっていう話をしたらいや何年この でスリランカやったらね、そんなん、人が死んでるんやから、そんなんね、あの渡すのは当たり前やしんそんな、なんていうか、大ごとに、なんていうか大う、時間がかかったりとかいうことにはなりようもないのに、えなんやん、この弁護士たち、え結構あの、あんまり能力があのないから、そんなこと言うやろうかみたいな、結構、疑いのまなだし、忙しいみたいなう弁護士さんたちの問題じゃないんです、これは。ほんまに、ワヨミさんとポールニマさんが来てくださって、であの一緒に、あの まさにですね真相を探す旅をですね始めてくださったわけですよねその中でどんだけビデオ開示を求めることとか他の医療のね資料を求めることがどんだけこの国にあってはあのもうびっくりするほど難しいことがあってのがだんだんね分かってきてくださってあこの弁護士たち別に取り立ててものすごく格段にあの能力があのないわけではないんだということをですね分かっていってくださったと思うんです今はもう堅い信頼で結ばれてますで先週はですねまああのお葬儀の翌 実には名古屋入管訪ねました。で、あのビデオのことも、あの渡してくださいということも、他の,医療,あの医療の資料を見せてくださいと。渡してくださいってことも、この時も言いました。けれども、全くなしのつぶて、うん、そして、あの、この時は。ご遺族だけ、現場亡くなられた、あのね、あの、その、ね、お部屋を見せますよということで,で。彼ら行ってきたわけですよね。うん、本当に暗い顔しておられたの、よく覚えてます。で、あの、私たちが、その、さっき、あの、ごあの。 ご遺族がまだ日本でいらっしゃる前の段階で、名古屋入管に遺品取りに行ったんですよね。その時にですね。あの、えー、やはりビデオの開示、あの、ビデオを渡しなさいっていうことと。あの、医療の資料を見せなさいっていう話は、もう、その頃からしてたんです。うん、で、その時にですね。いや、あ、そうは言っても、法的な手続きにのっとっていただかなければ。というふうに、うん、から言われて、行政文書開示請求をやってくださいというふうに言われて。で、それで、言われた通りにやったら、ね、あの、会見もさせていただいても、黒くの。 黒塗りばっかり見た一万五千枚以上が、 16万円近い手数料の請求とともに、真っ黒なのり弁だけが送られてきたっていう。なんかあんな真っ黒なこう大量の紙を消費して、何もわからないもので、で、16万円請求してくるんだったら、なんかもうそれがいいとは言わないんですけれど、これもう事実上の不開示なんだから、せめて不開示にした方が環境負荷もかからないし、もうですよね、あの、何だっていう。本当にそう思いましたね。あんな く,るくらいならねなんで私と伊吹さんにねなんか行政文書開示請求やってくださいよっていうふうに名古屋入管が言ってきたのかが、ようわからないですよね,、うん、んですね。法律にのっとっていただかないとって言われたので、うん、法律にのっとってやったわけですよね。うんうん、ねあの黒の塗りもだって、人にやらせてるわけですよね,そうですね開示できないから、これ黒く塗りつぶしなさいということで、誰かの手を動かさせていて、そ,<う>その人たちが言、まあ、ってどういう心持ちだったのか。 思いますよ、うん、で他にもね名古屋の治験ですね、検察の方にも行って、あのまあ、最終的には告訴もしましたけれども、やっぱりあの、ね、あのしっかり調べてくださいということはお願いしてきたわけです、うん、他にも、まあ、本当にあっちこっちに、ワイメさん、ポール・ニマさんと一緒に行ってです、ね、あとちょっとお話も出てくるかもしれませんが、病院に行ったりとか、そういうこともして、上島さんが運ばれた病院に行ったりですとか、そういうところも行ってお話聞いたりとか。 いろんなこと一緒にしましたね。だけど、この一年で残念ながら真相の解明はならなかったんですよ。これね、あれですよね。あの、まだ、まだやってるって。だって、ま,ま,まだ真相の解明の手がかりすらこっちにはなってすまっからね。んねほんまにね、そこはもう声を大にして言っておきたいですね。恥ずかしいのは日本の 庁でである法務省ですすそれは,はっきりま今、あのツイッターで青井水星さん、赤木さんの件、赤木さんの件というのは赤木俊夫さんの件ですね、もうそうだけれど、身内の調査なんて意味がないというコメントをいただきました、それからの力強いあの、あの心強いコメントもいただいています、吉、え、徳、ー、山田さんから、えー、僕は医師ですが、医師としても真相解明を強く望みますというコメントをいただきました。うん すいません。あと、これはお話が前後してしまうかもしれないんですけれども、えー、法務省は新原語の最終報告書を作ったんでしょうかということで、あの、私が記憶している限り、最終報告書、うん、8月の10日に、えー、指イブスキさんの弁護士事務所にこう入管職員が手渡しに来ましたけれど、ずっしりと辞書用のような、あの、分厚い書類、すべて日本語だったと記憶しているんですけれど、ちょっと新原語の役には時間はかかりましたよね、小前さん。 そうです。ちょっといつだったか、あの、今覚えあっきり覚えてないんですけれども、いぶすきさんが、あの、新原、新原くじゃないとね、うんうん、あの、日本語で渡されてもという話をしてあ、じゃあ、あの、はい、用意しますみたいな感じで、あの、そっから、どれくらいかかりましたかね ?1、2ヶ月かかりましたかね、うんうん、渡されるのに時間かかったって覚えてますよ。そうですね、はい。 入管庁の,その最終報告書を待ちながらも、先ほどあの触れてくださった通り、まあ、あの弁護団で、本当にこうあのご遺族とと,ともにこう、まあ、独自に調査をして、独自にこうアポイントメントを取って聞き取りをして、ということを繰り返されてきたと思うんですね。であの実際に、ウィシマさんを診療したあの外部の病院のこう医師の方、うんはい、その勧められていたと思うんですけれども、その聞き取りというのは、何か真相究明について。重 ど要ような証言とには得られたものだったんでしょうかそうかそですねあの決定的なものは得られなかったかもしれませんけれどもそれでもその言葉の端々から読み取れることはありました、えっと、例えばですけれども、えっと、2月5日に、あのー、消化器内科のお医者さんのところに上島さんが、ね、連れて行かれてるんですよねでその時にあのー、私こういう聞き方したんですねあのスタートさんの、あの支援団体の 入会をされてた団体ですね。はい、すいはい。あの団体の、あの、記録にこういうものが公表されてる、こういうものがあるんですね。あの点滴を打つことについても話があったが、長い時間かかるということで、えー、入管側は、 え入院と同じ状態になるので点滴を打たずに上島さんを入管に連れ帰ったとっいうことをそのスタートのボランティアの方々がえと2月8日に処遇部門の職員さんから聞き取っているらしいんですけれどもれをちょっと私のほうで読み上げさせていただいてでお医者さんにこういうことあったんですかということを言いましたらお医者さんがそういうこともあったかもしれないというような言い方をされてそこは否定されなかったんですよね。だからやっぱりねあ,のあそこの あのカルテにね、あの、この日のカルテにね、あの、内服できなければ点滴入院っていう一言があって、それが、あの、どういう意味合い持つかっていうのは、かなり議論になりましたけれども、結局に、あの、えー、点滴を打つっていう話は、まあ、出たんだろうなっていうのは、そのお医者さんの言い方から、あの、 私は分かったって思ったんですよね。うそういうような、なんて言いますか、ちょっと細かいやりとりですけど、そういうことも、あのー、ありましたし、あと3月4日の精神科のお医者さんのところに、はいえー、行った時もですね、あのーまあ、調子が悪そうだったのは確かだっていうことは、そのお医者さんもおっしゃっておられて、でただ、体の方は大丈夫だと、職員の方から聞いていたとういうことは、やっぱりね、あのー、なんて言いますか、点滴のこととか、そういうことをね、あのー その精神科のお医者さんにそっちに頭を向けることをね考え向けることをあの、まあ、入管の,あのミスリードがあのやっぱそういうところに導いてしまったのかなっていうこともその時思いましたよね。だまあいろんなことはなんとか断片的に分かってはあの来てきたんですけれどもでも全体像を見えるところまではまだなかなかいかない、えー、中で今日に至ってしまったとでもう一つは入管の,あの中であの診療していたお医者さんですね。はい ににもねあの会いに行こうとしたんです、うん、それは、あのー、あれです、綾、あ、山、のー、さんもね、ポリマさんもね、それ望んでおられたので,で、アポイントメント取ろうと何回か接触したんですけれども、うん、結局ね、あの今のところまだ。 うん、あの先ほどのコメントくださったあの医師ですというあの方があの続けてコメントくださっているんですけれども、まあ、怠慢というよりも彼らなりに職務に忠実だったのかもしれません忖度も含めてということで。し、うんえー、しかし医師は組織や 時には国家からも独立して医師として両親に従って行動しなければならないと思いますということであのまだ、ね、ちょっと入管内のこう医師の方とはあの面会がかなっていないというところですけれども、はい、ぜひその方にも両親に従って、まあ、ご遺族とこう向き合っていただきたいなと思うんですが3月4日がまたその亡くなる2日前ですよね。これあの ね、精神科だったということに私、驚いたんですがあ<ー>あの8月の10日にあの入管庁のこう最終報告書が公表されてこうますます、なぜ精神科だったんだろうかという思い私の中でもこう強まったんですねあの。私から一つ例を挙げさせてもらってしまうと2月の15日に、えー、尿検査をしていますよね。うんで そこでもうすでにその数値があの飢餓状態であるということを示すようなこう数値が出ていたもうこれでもうすぐにあの緊急措置しなかったんだろうかというふうに私も思ってしまったんですがところがこのこれだけ重大なこう検査がありながら、えー、中間報告書にはこの検査をしたということ自体が駒井さん記載されていませんでしたよね。うん びっくりですよねねこれね、うん、本当になんて言いますか正直最終報告書でいくつかものすごくびっくりしたことがあるんですけれども、そ、うん、のうちの1つがこの間違いなくこの検討体3プラスですよね。うん、これがね中間報告書で何も出てきてないじゃないですか、これ決定的な数値ですよね、すぐにいいんでしょう、ね、まさに今あの、安田さんおっしゃっていただいたようにね飢餓状態を視察する数値なわけじゃないですか。 この決定的な数値が中間報告の、あの、ね、あの、入管法解約案の、ね、あの審理の前の段階、審理の前の段階とか、その国会の段階の4月の段階では出てきてないのは何でですかということは、すごく思います。うん。あの、ちなみに、あの、これ個人的に、あの、小前さんにはお伝えしましたけれども、昨年の11月に、あの、この名古屋入管を訪れた一部の国会議員には、なんでこの、 えー、尿検査のこう、あの、値とか検査をしたっていうことが、中間報告から抜け落ちてるんですかっていう質問に対して、名古屋入管は、いや、あの、法務省に、本省にこう送る、まあ、法務省か入管庁なのか、あの、定かではないんですが、まあ、とにかくその中央の方にこう、資料を送るときに、たまたま PDF の中から、その尿検査のことが抜け落ちちゃったんですって説明をしていて、私、その後、 入管庁に確認しましたけれども、あっさりとそうですっていうふうにこう認めたんですよ。このこと <laughs> え、そんなめちゃくちゃな言い訳、通用すると思っとるんかいっていうふうに、ちょっと私もびっくりしたことだったんですけれど。<笑><笑> ね、この尿検査のことを含めて、こう、まあ、まだまだこれ自体もこう掘り下げていかなければならないですし。あの、駒井さん、他に、その最終報告書の中で、あげればきりがないと思うんですけれど。特に、こう、気になった点というのは、いかがですか。そう、はいうことです。あの、あの、ディについてのね、やっぱり、被害に関しての措置要領っていうのがね。あの、入管の内部では、もう、すでに、この、上島さんが、収容された時には、あったわけですよね。あの、やっぱり、DV ーブイ被害。あの あの被害者ですとかね、ねそれをあのそうそうだというふうに思われる人たちについて、基本的にはね、使用しないで手続きを進めるということになってるわけですよね。でところが名古屋入管の職員たちが、基本的なこの卒業料の存在すらしなかったっていうところも、もう救いのなさをすごく考えたと感じたところですよね。もも、ね、もう一つつああのてかいくつででるんですけれども 仮放免の許可申請が1月4日に1回目が受理されて、2月15日に、あの、不許可ということで、それで翌日に不許可処分が、あの、大島さんに知らされてるっていう時系列だったと思うんですけれどもね、その第1回目の仮放免の不許可の理由というか、その入管の中でどういうことがね、理由とされていたのかっていうことの一つに、一度仮放免を不許可にして立場を理解させ、強く帰国説得する必要あり、 この一行二行が衝撃でしたね。うん、いや、あの衝撃っていうか入管の考え方はそうなんですよ。昔からね。だから結局、その収容っていうもう本当に耐えられないような、その恐ろしい環境に置くということ、それ自体を、あの、なんていうんですかね、あの人間の心を、あの、まあへし折るような。もうそう。あの、それをね、ぐわっと曲げてしまう、うん、その手段に使っている、 収容がね、もう手段なんですよ。それがとってもとっても残酷なことだし、んそんなことはもちろん国際法あ人権障を許されていないことだし、それはね、昔からおかしいと。だって、あの、人間の、しかも、あの、この入管収容っていうのは、あの、送還のね、準備のための、まあ、必要最小限のものであるはずなところ、まさに、そう <laughs>、送還できない、いろんな事情を抱えた人たちが、もう送還 もうなんていうか、いられない、ここでいや、あのーっいうところに気持ちをそこまで曲げさせるための手段として、堂々と入管は使ってきたし、そしてそれを恥ずかしげもなく、この最終報告書にそのまま書いてるということに、やっぱりね、そうですね拷問して何が悪いんだっていうふうにこう開き直っているようにも見えますし、うん、で開ですかねねこれはい少しだけデビューについてあの補足をしますと、すあのシ島さんはその帰れない理由として、 もともと同居していたあのパートナーから DV を受けていてで、そのパートナーからその、まあ、手紙が届いて、スリランカに戻ったらあの、あなたに罰を与える、つまりスリランカに戻ったら身体的な危害を加えるぞということを示唆するような脅しの手紙が届いてしまったということを、まあ、その帰れない理由、大きなこう理由としてあの挙げていたということがありました。 で、まあ、その入管庁のこの最終報告書の中での DV の、まあ、評価というのはあまりにも甘すぎることですし、まあ、あの、これはちょっとあの、プライバシーにも関わることですが、すでにあの、公表されていることなので触れると、ま、ウィシュマさんは再三にわたって、その、中絶を強要されたということをこう、訴えていたんですが、これもし真実だとすれば、強要した側はもう、刑法にもこう、抵触するような、こう、あの、ケースなわけですよね。ところが、これだけ重大なこう、ケースでありながら、 その中絶を強要が本当にあったのかどうかということについては、えー、この最終報告書、評価を避けています。あれっていうもうこれだけを、まあ、もう,もう,もうほころびを上げれば、こう、きりがなくなるんですが、だから、この報告書じゃ不十分なんです。 だから真相究明のために適切にビデオ開示をしましょうね、うん、ということをこう求めて来られたわけですが、うん、少なくともその2月22日から3月6日までの約13日間分シ島さんが亡くなるまでのこう拠出の様子を映した監視カメラの映像があったとであの開示を求めても今までいや保安上の理由がありますからとかなんかこれびっくりする理由なんですけれども入管側が いや亡くなった方のプライバシーとか尊厳ありますからっていうことであの、まあ、開示に応じてこなかったわけですよね。まず駒井さん、こうしたあの態度が続いてきたということについてはどういうふうに捉えていらっしゃいますかあ日本の国家機関がこのレベルなのかということを思うとうもう不安と恐怖でいっぱいになりました。日本に社会に生きる人間の一人として。で、不安上の理由とか治安上の理由ですか 何あのこ、これね、あの、なんちゅうんですかね、あの、 意味ないじゃないですか、あのでえご遺族にはもちろんあの見せましたし、あの他の,あの死亡事件の時には国会議員も、ね、あの見てるんですよね、あのそのそですから、なんていうか、なんで今回だけ、うんえー、というふうに思うわけです、それからあの亡くなられた他の死亡事件のああのねあのね監視カメラの映像って、もう結構公開されたりしてるんですよねそうですね。 それでね、何の脱出、あのー、事件も起きてないわけですからね。ですからね、あのー、それ考えたら、なの投稿事件も起きてないわけですからね。んこんなね、保安上の理由とかね、全然意味がないんですよ。でちなみに、あのー 今、証拠保全ということで、あの、えー、一部私たちビデオ見てるわけですけれども、あそうですね。そ,ねそうです、そうです。あの、えー、入管側は、いや、法安上の理由があるとか、なんかいろいろ言って、ドアはくしたくないんですとか、なんとかいろいろ言ったんですね。ドアの鍵穴がつってるわけじゃないんだから、関係ないだろうと私は思ったんですけれども、うんまあ、ただですね、このドアの部分とか、そういうところだけちょっと上下をカットさえすればですね、うん、全然楽勝で、それは入管として私たちに見せても大丈夫っていう形で、今、あの証拠保全で見てるんですよ。うん、よ考えたら 何をこんなに、ね、あの抵抗を続けたんだろうと思うわけです、あとあの亡くなられた方の尊厳とかなんとかっていうのはです、ね、亡くなられた方の命をここまで粗末にしておいて、一体どの口がっていうふうに思いますよね、そしてご遺族も見せてくださいと、ご遺族に渡してくださいっていうのは、この理由でどうブロックできるのかっていうのもさっぱりわからないですよね。うんいやおっっしゃる通りで,でその、ま、先ほど触れてくださったこの、まあ、ご遺族 もうなかなかこう、まあ開示にこう応じてもらえなかったこのビデオの一部ですね。であの、10月にその裁判所のこう手続きとして、これあの、 強調しておきたいのが、これ、入管が心を入れ替えて自主的にこう開示したのではなくて、裁判所のこう手続きに則っ,って、まあ開示せざるを得なくなったから、こう、まあ、駒井さん含めてこう、弁護団の方々が一部をこう確認するに至ったと思うんですね。で、あの、これあの、非常にこう、駒井さんにとってもあの、思い返すことはとても苦痛を伴うことだと思うんですけれども、実際にその、あの、ビデオ映像をご覧になって、 てあのとりわけ一緒に残っているこうシーンというのは例えばどういったあのシーンがありますか そうですね、いろんなシーンあの、とても心に残ってるんですけれども、う例えば、あ,のもうあちこちの記者会見でもお話したので、それ以外のことを申し上げますと、例えば2月27日に、お粥の汁、水の部分をです、ね、あの職員の方が上島さんに食べさせている場面があるんですね、でその時にですに、ね、その職員が、水もねの、ご飯の栄養入ってるからいいよ、大丈夫、大丈夫とか言ってね、あの上島さんの口に含ませてるんですね。 何が大丈夫なんんだろううって思うんですよねもうね、この段階であの口伝い、口傾向でね、あの栄養を食べの取らせる段階もう終わってるっていうのはね、うん、見りゃ分かるんですよ、みんな。うん、それなのにね、なんか、あの,あのねおかゆのお汁のところ、水もね、ご飯の栄養入ってるから大丈夫、大丈夫っていうのがね、もう本当にね。うん これも叫び出したいくらい、あのなんて言いますか、あの不快さというかあの、悲惨さを覚えましたね。あとあの、例えば3月5日にもですね、はい、亡くなら前日です、ね、そうです、そうですあの、まあ、看護師らしき方がですねマッサージをしてるんですよね。うんの上島さんの手をさすったり、左を伸ばしたり、えーまあみあの、右腕のマッサージ、足もマッサージしているというふうに、あの私のメモに書いてありますけれども、上島さんは痛がって悲鳴を上げている。 で、あのうん、睡眠とって良くなりますよっていう声掛けがされてるんですよね、でそれに続いて、上島さんのあーっていう悲鳴なんですよね、なんかその、これ,ね、これ、文章ベースだと分からないですよね、その弁護士さんたちが表現してくださったのは、文字だとあーとかうーっていうふうにこうあの、平たいこう響きになっちゃいますけれど、うんうん、もう結構、 高い声で、はあっていう、どちらかとも叫びみたいな。叫びですよ。悲鳴ですよ、これ。うもうね、それがね、本当になんちゅうか、なんで亡くなる前の日にここまで苦しめたっていうのもね、含めてね、いやもう、本当に。 本当にこういう中で彼女が亡くなっていかざるを得なかったっていうのがね、ご遺族の心をどれだけ苦しめてるかって思いますしもうご本人のことはもうかわいそうすぎて何も言うことができないんですけれども本当に凄まじいものですね,で,すねでも、これが日本社会の片隅で怒ってるし怒ってた。 っていうことをやっぱり日本の、えっと、人たち、日本に住む人たちはすべて知らなきゃいけないと思います。それは私たちの社会がこんなことでいいのかっていうことを考えたときに、やっぱりビデオの開示はご遺族の許可を得て。 されるべきですそう思いました、うん、あの私が小井さんからお話を伺った中で非常に印象に残っているのが、これいろんな会見でお話はされていると思うんですけれども、亡くなる3日前にこう当たる3月の3日、あの私がお話を聞いた新社の,の方がこの日最後のこう面会日だったというふうにおっしゃっていたんですけれど、うん、あのスプーンでこう食べ物をこう口に運んできて、でも 牛島さんがそれをこうすぐに入ってしまう、バケツに入ってしまう。でもまたそれをすぐにこうあの口元にこうスプーンを持ってきて、はい、次、はい次、次っていうふうにこう食べさせられる、飲み込めない、吐くっていうことを繰り返されていたということをお話しされていたと思うんですけれど。うん、でも、これってあの最終報告書の中では一言、食べたというふうにこう書かれている日ですよね、駒井さん。 彼女はバケツを抱えてあの一口口に含まされたらそれを吐いてまた次っていう形で、まね、あのそういうことをさせられていたのにそれが食べた食べたで。口に含ませてそれであのね ミッション、ミッション、なんかね、職員としてはミッションが成功みたいな話になるんですかね。うん本当にもう相手人間扱いしてないですよね。うん、生命体だっていう扱いやないですよね。うんうん 今あの、コメントをいただいています。えー、MS さんから、職員の中にも現在の状況に心を痛め、辞めていく人もいると聞いたことがあります、えー。職員の人々も同じ市民です、えー。悲惨な状況を当たり前のものと捉えてしまう心にしてしまったことにも憤、えー、りを感じますということであの、私がお話を聞いた支援者さんは、あの宇島さんが亡くなられた直後にあの名古屋2館に抗議に行って、その時に階段の踊り場でたまたま、 肩を抱き合っっっててて泣いいいいいる女性の職員たたたちがあのいたとううふうにおししゃっていましたもちろんそれがウィシマさんのことかどうか確かめられなかったけれどもでもやっぱり駒井さんそのこうやって収容者をこう人間扱いしないこう組織になってしまうと結局そこで働いている人たちにも非人間的であれということを求める組織になってしまいますよね。 ね、本当にそれは思いますあの私、名古屋入管にあんまりというか通ってないんですけれども、東京入管とか東日本入管センターには通ってるんですね、うん、東京入管に朝行きますとね、あのたくさんの,あの人たちが、あの働いている人たちが私服の姿でね、あの色とりどりの服を着て、でそれであの吸い込まれていくんですよね、建物の中に。それでおそらく着替えてユニフォームになるんでしょうけれどもね、うん、そのなんて言うんですかね、そのもうどこにでもあのいる私たちと同じ。あの 市民の一人一人、1人,1人その職員の人たちがそのなんていうか働く職場が、ね、彼らの心を苦しめない職場でなきゃいけないし彼らが国際人権法に違反する行為をや,やらされているというようなうそういう職場であっては絶対にいけない、それはあの職員の方々だってやっぱり私たちはその意味であのなんていうか入管収容の制度が あの合法的なものになることで救われると思っています。ですから、それはもう、必死用者の方々もそうやし、あの職員の方々もあの、幸せになるために、私たちは協力して、変えていかなきゃいけないって、すごく思います。職員の方もそうですし、外部の,あの医師の方のようにこう、携わる方もですね、コメントであの堀さんあ、小児科医の方だというふうにね、先ほどおっしゃっていましたけれども、えー 医師の使命は人の命を救うことです。それに反することに手を貸すことはしてはならないことです。ということで、もう、あの、大きな組織だったり、こう、関係各張の、こう、あり方の根本から、こう、問われていると思うんですが、あの、まだまだこれからの、こう、道のり続いていくと思うんですよね。で、あの、リスナーの皆さんも、こう、あ、そういえば、定期を、基礎、あ、えっと、 まあ、訴訟をこ起こすというふうに、こう、あの、報道流れましたねというふうに、うん、あの、コメントでくださった方もいらっしゃいましたが、あの、これからその真相向け救命に向けて、あの、どういった動きを皆さんがしていくのかということと、あの、コメントでもですね、あの、自分には何ができるんだろうということを、あの、書いてくださっている方、たくさんいらっしゃいましたので、あの、最後にその、リスナーの皆さんに向けて、あの、そういったことも含めての、こう、メッセージ、ご参加いただけますでしょうか。 そうですね、あの3月4日に訴えていきです。そこからあの裁判始まります。私たちは訴訟の中でも真相解明と責任追及、頑張っていきたいと思います。そして裁判のどこかの段階であのビデオが私たちの,手,の手にも入ると思っていますが、うん、それが一体いつになるかというと、本当に1年先になるか、それよりもっと先になるかも分からない状況なわけです。うん、ビデオ開示についてですね。やっぱりあの訴訟はうんと頑張ります。だけれども それだけでは、やっぱりあの本当の意味で、藤島さんの死をあの無駄にしないということにはならないです。やっぱりあの今まで私たちはあのご遺族とともにえ、そして弁護士、市民、あのみんなであの真相解明を求めてきたわけです。それを あの、これからもやり続けていきたいですし、ご遺族に、あの、のもとにビデオが来るのがですね、一日も早く、それは訴訟の手続きよりもっと前にあの、自主的に入管が出していくように、みんなで持っていかなきゃいけないと思います。そして、上島さんの死の真相を解明するということは、あの、上島さん一人の問題ではなくして、あの、入管収容で今も苦し苦しんでいる人たち、あるいは、 これから先苦しむかもしれない人たち、その人たちの命を救うことにもなります。そして、あの、私たちが、あの、日本社会がですね、あの、人間の住処になるように、う人間の表現と命が大切にされる社会に変えていくために、 だから入管使用う、ウさんの死の真相を解明して、そ,そのもとできちんと国際人権法に則ったシステムに変えていく、そこまでみんなで力を合わせて実現したいと思います。どうぞよろしくお願いします。一緒にやっていきましょう。はい、ありがとうございます、えー。ツイッターで今コメントをいただいています、えー。聞いています。入管の凄惨な非人道的な行いに胸が潰れます。こんなことを許している日本政府への怒りはもちろん、日本に住む私の問題だと思います。変えなければという,こう、はい、コメントもいただいて いただきました。 ねえ、まだまだこう、道のりこれ、ま、からだと思うんですけど今日ですね、あの、コメントで、やはりこう、内輪の調査でうやむやにされてしまったということで、赤木敏夫さんのこう事件とこう重ねて、あの、コメントくださっている方が実はたくさんいらっしゃいました。うん、で、あの、赤木雅子さんがですね、あの、ウィシュマさんのご遺族の記者会見にあの、来てくださったことがあったんですけれども、あの、赤木ファイルは多くの人たちの声が集まったから、あの、解消されたんだと思う。ビデオも、皆さんの頑張りどころですよ、という、あの、 声を、あの、くださっていますので、ね。ありがとうございます。はい、これからも、こう、声を、持ち寄っていけたらな、というふうに、思っています。あ、今ですね、あの、三月六日参加します、というふうにおっしゃって、くださっているのは、えー、実は、あの。 各所でですね、3月の6日、東京、名古屋、えー、私が把握しているだけで、えー、関西でもですね、あのはい、各地で、えー、入管だったり、まあ、関連する施設だったり、あのいろんなところであの、えー、抗議行動だったりあの、デモが行われるということで、はい、あ自分の,あの暮らしの近くでやってるかなということをぜひあの情報チェックしてみてください。ね、まだまだちょっとあのこれからの道のりだと思いますが、小前さんまずあのご自身のね、お体を <laughs> 本当にお気をつけて、あの、あのよ、しょ、で美味しいものを食べながら、本当にこう、身を粉にして、あの、働いてらっしゃる、あの、様子に頭は下がりっぱなしなんですが、ご自身の体をどうか、<laughs> 大切に、それが私の元気出ましてん。ありがとうございます。はい。あの、真相究明とこう並んで、それが私のあの大きな願いですので、<laughs> あの、小前さん健康でありますよねっていうこう念を送りつつ、と思います。<laughs> えー、ということで、小前さん遅くまでありがとうございました。んもございませありがとうございました。ありがとうございました。はい。ということで、すみません。あの、大幅に今日もお時間を過ぎてしまいましたけれども、えー、まだまだ、 これからのこう真相究明ということで、うん、あのよくね、こうウクライナの問題でもこう、あの市民が声を上げるっていうことが、まるでこう無駄かのように、や揄するような、長笑、ね・そうそう嘲笑冷笑の声っていうのがありますけれど、はい、でもやっぱり昨年ね、こういろんなこう人権的な問題をこう指摘されてきた入管法の政府案がこう見送りになる。うん こう、事実上の早になるっていうことはもう不可能だっていうふうに最初言われてましたからね。はい、こう、あ、私にはこう、声があるんだというふうに、こう、あの、活動なんかをこう、計画した高校生が、あの、話していたのを私は非常にこう、印象に残っていますので、うん、ね、それはこう、無駄ではないんだという、こう、実感を一つ一つ、こう、積み重ねていきたいと思います。ちなみに、あの、ね、駒井さんにも、あの、ご協力をいただいたんですけれども、えー、先日、あの、観光したばかりの、あの、 えー、新刊、あなたのルーツを教えてくださいという本には、最後の章、これまでのウィシュマさんの、えー、取材、えー、小前さんの講演も含めて、あの、書かせてもらっています、えー。ウィシュマさんの故郷であるスリランカでのご遺族の思いも含めて、ぜひ皆さんには触れていただきたいなというふうに思っています。 さあ、今日の放送をもう一度聞きたい方、Dialogue for People の YouTube チャンネルにアーカイブしていきます。今後の放送のお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そして今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast でも聞くことができます。 えー、そして、レディオダイアログは、サポーターの方々のご寄付で支えていただいております。えー、よろしければ、ダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。えー、現在、認定 NPO 法人になったことに伴って、新規のマンスリーサポーターを、えー、募集するキャンペーンも引き続き行っております。ぜひ、サイトをご覧いただければと思います。さあ、 まもなく3月11日、東日本大震災からね、はい、もうすぐ11年ということになりますが、来週3月の9日水曜日の放送は、東日本大震災によって当時6歳だった娘の愛理さんを亡くされて、はい、亡くされて、語り部の活動を現在行っている佐藤美香さんをゲストに、命の犠牲の上に成り立つ教訓があってはならないと題してお話を伺っていきたいと思います。 えー、ということでこのレリ,リオダイアログ、来週のこの時間にまたお会いしましょう。21時ですね。えー、本日のお相手は、フォトジャーナリストの安田なつきと佐藤慶でした。あり,したありがとうございました。おやすみなさい。さいご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。